ですね、ぜひ皆さん、マンポと合言葉を返してください。よろしいですか？マンポ。次は飯田橋。お願いします。マンポ。2月19日月曜日からの1週間のやる気満々は、20年間のやる満名人場面これでもかというくらいお聞かせしますスペシャル。懐かしの名企画全部さらけ出しちゃうわよ。最後のスペシャルウィークを楽しみに。どうにもなんないねこれ。死にたくなんないこれ。これすごいねこれまたね。電車の中でね、すごいね、電車の中で随分いろいろやってるよね。やらせていただきましたね。こっそりじゃねえよこれ、相当うるさいよな。でこの後多分乗客の方に何歩になってますかって、うん、万歩計の数字読んでもらったんですよね。あ、大したもんね。でその方がもう怯えるような声で、そりゃ怖いよね。なんか数字読んでいただきましたね。あ、よかったね。はい、わかりました、はい。うん、クレジット言わない。クレジット先ほどあの、はい、ご紹介させていただきました。なんだ変な流れだったな、うん、じゃあおはがき定食行かせて。そしたらイレギュラーに弱いですよね。いや、そんなことないですよ。なんかお前イレギュラー強いみたいだイレギュラーにも弱いくせに。これはラジオネーム水戸のまこてんという52歳の男の人か女の人か、まこてん懐かしいですね。いや全然懐かしくないですよ僕は。あ、そうですね、昨年の秋水戸市内のスーパー銭湯に入っていた時のことです、はい、坊主頭の高校生たちがどかどか入ってきました。急に賑やかになり、脱衣所ではおじさんがお前たち何部だ、どこの高校だと聞くと、坊主頭の一人が山梨県の通高校の野球部です、明日試合ですとのこと。するとおじさんたちが、するって何があるところだっけ、生徒たちに質問するも噛み合わずしらけた感じです。そこで私が満を持してお前たまさくだよねと言ったら、坊主頭満面の笑みで、はいそうです甲子園出場へのステップとなる試合前日の出来事でした。おめでとうございます。やるまん聞いててよかった。これ本当の話かな、作ってんじゃないの。この話じゃないでしょう。なんかちょっとわざとらしいよなこれ、うん、高校生が知ってるわけないもんね。作りっぽいよな。なんかそんな時にこの水戸の誠ってやつ、なぜ埋めてますくないよねって、いちいちそういう言い方しないよね。でも今日あの毎日新聞の取材を受けた時に、口回ってないよ、鶴子のね、鶴子の校庭にね、うん、あのよく取材に行くっておっしゃったんで、うん、あの後輩たちはちゃんとご挨拶してますかって聞いたら、うん、もうすごく礼儀正しくて、うん、まあそう言わざるを得ないだろうな、うん、あ、そうですかいや、ね、言わなくても本当にしょうがないですよとは言わないだろう。いやいや、あの記者仲間でも評判です、うん、っておっしゃってもらって嬉しかったです。嬉しかったんですか、はい、分かりました、さてこれは先ほどテルム君はいを聞きましたが、まさこちゃんはいの触りだけちょっと聞いてみよう。触りね、触り、まあ、パターンとしては同じようなもんですからね。じゃあちょっと聞いてみますか。私、おまたまさこ、現在山梨県鶴市立山梨小学校の3年生じゃ。私、お父さんもお母さんも大好きだけど、もっと好きな人がいるの。それは私のおじいちゃんずら。まさこ、いつまで遊んでんだい、昼飯の時間だな、帰ってこい。あ、おじいちゃんだ。私、お昼ご飯食べてくるだ。お昼ご飯食べたらまた遊ぼう。まさこは自宅から20キロほど離れたおじいちゃんの家に遊びに行くのが大好きだった。日曜日ともなると毎週のように電車で出かけ、近くの桂川で夢中になって遊ぶのであった。そしてお昼ご飯の時間になると有線放送を使って必ずおじいちゃんに呼び出されていた。あ、おじいちゃん。いやー、まさこ帰ってきたか。おじいちゃん、お客さん来るのか。そうずら、もうな、うめえ鶏食わしてやっからな、おめえも手伝うずら。おじいちゃんの家ではヤギ、ニワトリ、ニジマスなどを飼っていた。そして大事なお客さんが来るとおじいちゃんは必ずニワトリを1羽締めて振る舞うのであった。まさこ、怖いか。いや、そうな、いつも見てに、ほらここだけは俺たちで食っちまおうな、早くな。うん、
鶏を締めるとその場で腹を裂き、お腹の中にあるまだ殻のついていない卵とささみの部分だけはその場で食べてしまう二人であった。うめえ。いやうめえか、ほかほかもえがってえがってな。雅子には下に二人の弟と一人の妹がいる。しかしこの雅樹のおじいちゃんはとにかく雅子びいきだった。また雅子もおじいちゃんにべったりの子供だったのである。現在の小俣雅子のじじ転がしの片鱗がここに見える。雅子、ほれ、しずめが取れたぞ。焼き鳥にして食うべや。うわぁ、おじいちゃん、空気銃の名人ずら。まさこ、ヤギの乳うめえか。うん、うめえ。そう。まさこ、ほれ、ニジマスだぞ。やった。大自然の中というよりど田舎で、まさこは清水一枚で走り回る野生児だった。しかし遊んでばかりいたわけではない。なかなか成績の方も優秀だったのである。それではみんなに通知表をお返します。おまた亀子。はい。おまた鶴路。あ、もう飽きちゃったんで、もうこの辺で締めさせていただきます。触りって初めから言ってないですか。まあこれ続きちょっと全部聞きたいという方はリクエストがあればまたスペシャルウィークにね、はい、リクエストがあればね、あればの話ですね、はい、あればまた2月の19日から。もういいやっていうのはもうこれで中途半端ですけど二度と聞くこともありません。でもこの日ね、撮ったんだろお前これ。あります。声優さんの方では青鬼プロの方では、うん、あれ子役たちも青鬼プロなんですかね。いや、なんかね、子役は違うんじゃないの。女の子2人来たんですよ、うん、で本当は A 子ちゃんが雅子ちゃんで B 子ちゃんがお友達だったんだけど、うん、リハーサルやったら当時のディレクターがね、うん、これは違うって言うんで、うん、子供心踏みにいじってね。そうなんですよ。もう主役やられると思ってた子が早くになってしまう。B 子ちゃんを雅子ちゃんにしてA 子ちゃんにお友達を。そこら辺は当時のプロデューサー情けようじゃないですか。もう子供心よりも番組重視みたいなね。もうね、子供たちの顔がみるみるこわばってね、その向こう側にお母さんの顔がものすごくとんがってきてね、私どうしようかと思ったの思い出しましたよ、うん、今の幼稚園だったりするとね、はい、2人に主役させてたところだね。そうですね、桃太の2人みたいなね。そうですね、本当にね、ああいう、でも聞くと思い出すもんですね、そういうこうヒヤヒヤした感じでね、はい、でもなんですか、おじいちゃん多分有名な声優さんですよね。そうだと思うよ、と思いますよ、はい、いっぱいいろんな役やられてると思いますよ、うん、本当にね、祖父の感じによく似てて。いや、そうですか、はい、またうすらちょっと目地に涙が。この時のカセットテープは仏壇に、仏壇に、はい、あげてあります。はい、多分リクエストないと思いますので中途半端な形ですけどこれで終わりです。